こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。じゃあよかったらお名前どうぞ。ラーメンミュージシャンの井出隊長と申します。はい、よろしくです。はい、飲み屋ぶちラーメン巻石の岩淵です。よろしくお願いします。はい、イエイ。おいとも、酒屋夜の奥野大輔です。いつもありがとうございます。はい、はい、というわけで今日もラーメン企画でございます。来ちゃいましたね。はい、うん、ラーメン二毛作ですか。二毛作第2弾。はい、二毛作ラーメンラーメン第2弾。はい、はい、前回はあのぶちさんのラーメン巻石。うまかったよ。ありがとうございます。うまかったよ。もうねえ、はい、えらくお気に入りになったこと。めちゃくちゃ美味しかった。はい、ありがとうございます。で、今回は第2弾でございますね。うん、はい、あの前回も参加してもらいました花ワインさん。大井町ですね。はい、こちらは大井町駅歩いて5分ぐらいだと思います。うん、そうです。はい、ここよく来るんですか。二毛作ラーメンを始めてから、はい、製麺所の林製麺所さんと同じ麺を使ってるっていうところから、うんうん、ちょっとお話ししたりとかが増えて、僕も二毛作始めた時に花ワインさんにお邪魔したりとかして、すごい美味しかったん でそこからちょっといろいろ話す機会も増えて、前回の時に一緒に撮影出させていただいて。なるほど。で、今回は花ワインさんを会場に花ワインさんのラーメンをっていう食べようっていう会です。はい、わかりました。じゃあ早速ですけど行ってみたいと思います。行きましょう。これ場所ですけど、これはね、立ち合い道路らしいんです。これは立ち合い道路。はい、上川さんがたどり着けませんでした。そう、迷いました。じゃあちゃんと地図出しておきましょうね。地図はね、地図出しておきましょうね。毘沙門天っていうのが目印になってるんですけど、僕はずっと神社の毘沙門天を探してイメージだったんですけど、消しときましょう。ここに飲み屋の、はい、飲み屋の毘沙門天がありまして、これだったんですよね。そう、ここに入るという、駐車場の近くの、はい、そうですね、駐輪場があって、これがこの路地なんですよね。路地のちょっとわからなかったです。ディープな場所ですね。難しかったけど、はい、味はありますね。はい、うん、じゃあその二毛作ラーメン、あれですね、夜は別の営業してたのを、ラーメンも新しく始めてみようっていう感じですね。そうですね、元々ワインのお店なんですけど、うん、昼間に昼ラーメン、うん、花ワインさんでラーメン営業昼間っていう感じですね。はい、今はわかりました。じゃあ行ってみましょう。行きましょう。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ではお名前どうぞ。はい、花ワインの店主の花輪と申します。はい、よろしくお願いします。はい、前回も収録参加ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今回は主人公でございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでラーメンに詳しい隊長。はい、はい、僕はラーメンあまり詳しくないので。味のあるお店ですよね。入り口からね。ありがとうございます。素晴らしい、もう渋いですよね。渋いっていうか、このもう外が渋いですもんね。周りがね。少々が分かった。ただこんなにね、可愛らしいお店が中に入ると。今オープンしてどれくらいになるんでしょう。今年の8月で丸4年になります。はい、はい、でワインがお好きで、はい、お店開かれてっていう。あ、そうですね、はい、はい、そうなんです。それでワインのお店やってて、うん、ちょっとラーメン始めたのは今年の緊急事態宣言入ってからですね。うん、まあだからお酒が出せなくなっちゃってみたいなところはやっぱり、うん、はい、入り口になる。そうですね、ですね、はい、そんな感じで始めました。うん、ラーメン、その中でもラーメンをっていうのは、うん、なぜだったんでしょうか。もともとラーメンがすごく好きで、うんうん、でいろんなところに食べに行ったりしてたんですけど、それでちょっとあと去年少しバイトをラーメン屋さんで始めたので、うんうん、まあ手順みたいなのも分かってきて、うんうん、YouTube なども参考にしつつ、うんうん、ラーメン作りを始めてみたらどんどんハマっていって、うんうん、でちょっと昼やるんだったらもっと本格的に詰めないとなと思って追求していって今に至る感じです。なるほどね。この間のブチさんのとこはね、はい、ある程度その海産物的なところも、はい、まあ、使ってるものとかはね、あるし、まあ、割と出してるお酒も、はい、なんかお酒飲んだ延長にラーメンもあるかなっていう感じでしたんですけど、はい、ワインで ラーメンというのはどうなんでしょう。いや、もうびっくりしましたね。二毛作ラーメンをやっているお店があるよって製麺所の林さんからお聞きした時に、うん、花ワインさんっていう名前を聞いた時に僕もそう思った。花ワインさん、ワイン屋さんですか、うん、そんな感じで入り、と思って食べに来たら、みたいな、美味しい。一番気になるのは、ほら、ブチさんのところは割となんか居酒屋とラーメンがちょっと
つながりがあるとか、のりしろがある感じなんですけど、はい、もう花ワインさんはラーメンともうワインはもう全く別なのか、なんかどっかでのりしろがあって今後面白い動きになっていくのかが一番気になります。何が出てくるのか。やっぱりお客様でもこのラーメンに合うワインどれとかっていう方もいらっしゃるんですけど、うんうん、ちょっとそこはもう別で、うんうん、もうラーメンはラーメンで楽しんでください。一旦もうラーメン極めようと。はい、そうですね。まあ、そうですね。楽しみ。本当にね、まっすぐです。すごいですよね。でもそのうちなっていくでしょうね。そのなんかラーメンがこう極まってきて、ちょっと余裕が出てきて。ああ、なると思う。このラーメンにはこのワイン合いますよ。ね、ワイン飲んだ後に食ったらっていうラーメンが出てくる。もうそれはもうすごい願ってもないですよ。もうめ最高に嬉しいですよね。うん、飲んでて、最後にラーメン食べるから。お客さんとの割とその、ぐちさんはお客さんとのつながりっていうか、だから一回休んじゃうこともできるけれども、はい、その間にもお客さんが来てもらうみたいなきっかけでラーメンだったでしょ、はい、これだから今までここでワインを飲んで、いやー素敵だね、部屋今日もいい日だったねっていう人に、ね、いやラーメン食ってくださいなっていう結構なかなか お客さん変わっちゃいますもんね。お客さん違くなっちゃう。それはもうラーメン好きがもう上回ってたって感じですか。そうですね、やっぱみんな酔っ払うと、ワイン飲んでた人でもビール飲んでた人でも何でも飲んだ後はやっぱ締めはラーメンに行きたがるので、うんうんうん、まあ、ワイン屋でラーメンやってもいいんじゃないかなっていうのはありました。でやって前から少しずつやってたんですけど、それでも締めのラーメン食べたいっていう人はいたので、そういう方たちもやっぱちょこちょこ私の成長過程を見ながら楽しんでいただき、うんうん、はい、今結構本当ラーメン屋さんっぽくやっとなったねみたいな感じで言っていただけるようになりましたけど、まあまだまだですけど、常連さんもやっぱしっかりじゃ来てラーメン食べてっていう感じになったわけですね、うん、そうですね。でどんなラーメンを出してるんでしょう。売りは煮干しラーメンで、ちょっとメニューちゃんと整えてないんですけど、まあ、売りは煮干しラーメンで、そこから醤油ラーメンとか、回収はちょっとやめようかなって感じでしばらくお休みです。でスパイシー味噌そばというのがあって、まあ、これはちょっとクミンとかコリアンダーを使ったものですね。味噌も島根から取り寄せてるちょっと希少な味噌なんですけど、うんうん、そういったものを使ってます。でそこをちょっと変化させてこんな甘辛味噌とかやってるんですけど、うんうん、あとは今メニューに書いてないんですけど、さんま節のラーメンというのも温かいのと冷たいので選べるようにしてます、うん、でもそれももう在庫がちょっと乾物屋さんもないので、今私が持ってるものが出ちゃったらもう終了って感じですね、うん、あ、なくなっちゃうんですもんね。なくなっちゃう。いや、めっちゃ美味しかったんで、あれサンマいいですよね。サンマは大量の時にしか作られないので。そうなんです、乾物屋さんももうないって言われちゃったんで、まあ、今大事にやってます。はい、何種類引いてるっていうか、ベースはどれぐらい同じなの。ベース、煮干しのスープが一つあって、うん、その煮干しのスープでここがいけるんですね。返しを用意しておけば、を、はい、あと味噌玉とか用意しておけば、うんうんうん、で、あとはさんま節はさんま節で今取ってます、うんうん、はい、煮干しラーメンと醤油ラーメンはどう違うんですか。醤油が薄口か濃い口かです、ね、こっちは濃い口の醤油をいろいろ何種類かブレンドしていて、うん、で煮干しラーメンは薄口醤油なんですけど、まあ、あと風味付けが違うっていうのがありますね、うん、煮干しが立つ感じに、はい、煮干しラーメンはそうですね、煮干し多めにして、醤油ラーメンはサバ節とかそういったものも入れてる感じですね、はい、およそワイン屋さんと話してるから前にも来たけど、ワイン屋さんの話じゃないです。ワインの話が出ないけど、まあ、で麺は林製麺所さんですね、はい、はい、今回もお世話になります、はい、よろしくお願いします。林製麺の林です。はい、よろしくお願いします。今スープの話出ましたが、はい、その麺も種類がたくさんあるんで、うん、ぜひスープに合わせて花輪さんが選んでる麺も楽しんでいただきたいなと思います、うん、どんな麺でしょう。僕から言った方がいいですか、うん、どうしようかな。まあそれ食べながら、あ、食べながら、ね、いいかなと思います。何種類か出てくる、何種類か出てくるですね。了解です。では作ってます。前情報としてはもう高まってきましたよ。高まってきましたね。こっちは、はい、もう食べたい。もう食べさせていただきます。ですか。はい、今日は何を、あ、そうそうそう、今日は煮干しラーメン温かいのと、はい、その後でさんま節の冷たいものと、はい、最後に
スパイシー味噌そばをちょっとお出ししようかな。はい、ちょっとワインに合わせたコース説明みたいな感じですね。すごいですね。順番も良さそうですね。ちょっとこの順番で良さそうです。はい、ではでは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこちらのラーメンは漫画の影響を受けてないですか？あ、発見で、発見で。ラーメン発見での影響を受けてない。読んでないんですよ。あ、読んでない。あ、今回は違うんですね。そうなんです。最近すごいいろんな人が借りて、借りてたんで、みんな結構急いで読んでくれて、だんだん本が書いてくるので、関係状態になるから循環してってますね。本当に。あんまりでも回し合うとラーメン屋始める人増えるかもしれない。それはちょっと気をつけないと。まあ業界の発展になる。ブチさんの癖がついてるところ。折り目がすごい。折り目すごいぞ。ブチチェックが。色が全然。白と黄色、これ卵ですか？いや、卵は卵白が両方入ってるんですけど、色は口なしです。口なしの身の色で、まあ、黄色くなってます。黄色くなってます、はい、なるほど。そうですね、黄色い方は口なしの身が入ってる、うんうん、まあ、よく卵麺って言って黄色い麺想像される方いると思うんですけど、うん、卵もその全卵入れるのか卵白だけなのか卵黄だけなのかって、それぞれまあ違うんですよね。で、口なしを入れること自体は珍しいんですか？いや、黄色い麺はほぼ黄身の色じゃなくて口なしで色ついてると思った方が、あ、いいです。なるほど。その黄身の色だけで麺が黄色くなるほど入れると、なるほど、そんなブリブリになっちゃう。一番最初はどれですか？これですね、煮干しがこれで、さま節の冷たいのがこれです。で、味噌、スパイシー味噌そばがこのチヂミです、ね、はい、はい、これから作ります。はい、いやー、もう楽しみだな。やっぱ今時、白い麺は今時って感じなんですか？まあ、なんかやっぱ黄色いのがオールドスタイルな感じが、ね、町中華黄色っていうようなイメージがありますよね、うん、最近では。大井町でやってるのも何かきっかけはあるんですか？地元なんですか？まあ、鮫洲の方に嫁に来て、はい、なので大井町近辺に長いっていう感じですかね、うん、で、あとここを独立する前に大井町で5年ぐらい働いていたので、うん、お客様もだいぶ知ってる方増えたので、ちょっとこの界隈でも大丈夫かなと思ってここでやることにしました。うん、皆さん大井町ってよく聞くんですか？あ、なんか大井町、僕は地元です。あ、本当ですか？はい。なんか結構変わりました？駅の辺とか再開発みたいな。ああ、なんかあそこの商店街とか随分そこの変わったようなイメージが。山田電機とかなかったですか？ああ、失礼いたします。はい、どうも、失礼します。お疲れ様。はい、お待たせしました。失礼します。はい、どうも。はい、ちょっと麺少なめで、お一人 70g から 80g で、今日はちょっと3種類これから出してます、うん、はい、なるほど。麺だけ少なくしてるか。麺少なくて、デフォルトは味玉乗ってないです。あ、なるほど。ちょっと今乗せちゃいました。あ、なるほど。はい、はい、ではトッピングでつけたと。そうですね、はい、はい、はい、ではお待たせいたしました。写真もいっぱい撮ってもらって、今日は後で番組で使わせてください、写真も。どうぞ。はい、ではでは、いただきます。いただきます。はい、よし、召し上がってください。これが煮干しラーメン。これが煮干しラーメンです。はい、はい、うまい。ありがとうございます。意外とパンチ効いてますガツンと煮干しですね。意外とパンチ効いてますね、うん、パンチは、美味しいですね。それは何パンチですか？煮干しパンチ。煮干しパンチです。はい、はい、煮干しパンがすごい。ありがとうございます。あ、うまいね。もともとお料理は得意なんですか？いや、得意ではないです。本当ですか？そうなんです。こういう ラーメンが大好きで。あ、でもやっぱりその出汁取ったりするのはって料理のこう一種じゃないですか。その出汁を取るのとかって難しいんじゃないですか？ラーメン大丈夫。 YouTube 見てるんですか？はい、ちょっと夢中すぎて今みんな意外と安易なところが撮ってきますね、ま、漫画にしたいでどっか修行したいとかないですね？
はい、出汁取ることに関してはないですけど、あのコロナが始まってから、うん、有名店の店主さんたちが、うん、YouTube でお家でできるラーメンっていうのをやり始めたんですよ、うん、でそれで見ていてこれがちょっとできそうかなと思って始めたのが最初ですね。なるほど。これスープは煮干し1本なんですか、はい、そうですね、あのいぶきいりこをちょっと多めに使い、それからカタクチイワシのを2種類使ってて、味煮干しを使っていてです、はい、あと昆布、まあ、昆布使ってます。水だしみたいな。あ、水だし、水はあのちょっとラーメン屋さんみたいに水道の元を変えるってことできないので、ちょっとコンビニでいい水買ってきて、なるほど、やってます、水出ししてから。じゃ出てますね、だし、すごいですね、どうですか、的にはライバルって感じもありますよね、ラーメンの感じはどうですか。ジャンルとしては同じジャンルじゃないけど、やっぱめちゃめちゃ美味しいですよ、うん、こういうなんか綺麗な見た目で、はいはいはい、でパンチがあってすごいやっぱ憧れるジャンルなんで。なるほど、いいですね。うん、大丈夫ですか。3杯、3杯食べるんですか。あー、美味しかったです。ありがとうございます。スープまで全部飲んでました。美味しいです。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれは期待できるぞ、この後。これからまだまだ、この煮干しの出方はちょっとね、ちなみに体調は年間どれぐらいラーメンを食べるんですか。杯数でいくと ラーメンですか。何杯、去年はコロナで少なかったですけど、うん、ここ最近は600ぐらい。600ね。すごい。今日これ2杯目です。あ、本当に。今日どこ行ってますか。今日はね、あの東京駅の東京ラーメンストリートに新しく品そば屋さんが3ヶ月限定で出すので、品そば屋さんに今日は昼間あの取材で行ってました。なるほど。はい。1日一番たくさん食べるのは何杯とかぐらい食べますか。分かんないな。でもなんかやっぱイベントの時はすごい、うん、3食ラーメンってことは当然あるんです。ありますよ。だからあの地方とか行ってると、うん、まあ、ほぼラーメンしか食べてない、だから朝もホテルの朝食を放棄して朝ラー行って帰ってきてコーヒーとサラダだけ食って、なんかおばちゃんに変な顔されるっていう顔されるっていうのが通常かな。すみません、はい、お待たせしました、はい、冷やしラーメンです。冷やしですね、はい、失礼します。そしたらこっちいただきます。はい、失礼いたします。リチャーが乗りました。失礼します、はい、すいません、はい、ありがとうございます。で、レンゲを、はい、これは特色的にはどういう感じでしょうか。鶏チャーシューなんですか。鶏チャーシューを自分で作っているんですけれども、はいはい、まあ、あの冷やしなので豚はやっぱりあったかい方が美味しいと思うので、うん、ちょっと冷やしには鶏かなと思って鶏チャーシューを、鶏もも肉と鶏むね肉の2種類で、なるほど、はい、作ってます、はい、でスープに、赤玉ねぎは通常のラーメンと一緒なんですけど、あと大葉とみょうがを入れてさっぱり感、うん、という涼しい感じを出してます。なるほど、涼しいな。ひんやりしていいですね。さっぱりすっきり。これはなかなかノスタルジーですね。あれミョウガでしょ。そうですね。あと味変で途中からすだちと生姜をお好みで入れてください。すだちを絞るとさっぱりするので、はい、ちょっと今濃いかもしれないんですけど、すだち入れるとすごくさっぱりしてきます。はい、うん、いいじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。むっちりむっちり、ね、輪郭がバシバシあって、うん、輪郭バシバシしました。おいしい、これは。ありがとうございます。うん、どうでしょう、1杯目と違う、まあ冷やしだから全然違うんだけど、うん、他なんかこう特徴的なものありますか。なんか涼しげですよね、うん、あのみょうがと大葉がすごい効いてますし、うんうん、
スープも、まあ、さっき煮干し食べてますけど、はい、まあ、なんかその花ワインさんの全体的なその、なんですか、魚介の方向性みたいなのは残しつつ、うん、サンマだからちょっと香ばしい感じですよね、うんうん、ですね、香ばしい感じで、うん、ちょっと焼いてあるサンマ節ですね、うんうん、その香ばしさが出ていて、それがまたいいかなと思います。しかもなんか家結構油分の濃度もあっていいっすね、なんかコクっていうか、うん、ああ、そうですね、さっぱりしてるけどコクがある。冷やしなのにすごくコクが、これはこれですね、はい、はい、で大丈夫、はい、失礼します、はい、こちらが味噌ラーメン、スパイシー味噌そば、スパイシー味噌そば、はい、スパイシー味噌そば、うわ、ほんとだ、スパイシー味噌そばと味噌ラーメンの違いははっきり違う、はい、スパイシー味噌そばは、うん、あの味噌玉は味噌ラーメンと一緒なんですけど、ああ、はい、味噌玉にスパイシー味噌そばの方はクミン、コリアンダーなどを あの入れております。味がもう完全にスパイシーになってるんですね。そうですね、あの、はい、あまり強すぎないようにはしてるんですけど、はい、ちょっとこの間弱かったんで、今回は少し多めにしました。あ、それでもやっぱりほんのり系でいきたいなと思います。おー、できましたね、花さんのぶり、ありがとうございます。そういうクミンとかスパイスを入れるラーメンっていうのは珍しいんですか、はい、メジャーなものなんですか。そんないっぱいやってるところがあるわけではないですけど、ちょっと人気店でやってるところがあったっていうのはちょっと後から知りましたが、はい、そちらの方が強いみたいなんですけど、うちはちょっとそこまで強くない、なるほど、ほんのり系です。どうでしょうか、これは面白いですね、カーター味、カーター味、うん、これのファンが好きそうなんです ね、 そうですね、これだけ頼む人が、パクチーダメな方いますか、うん、大丈夫です。ちょっとやっぱり匂いが変わった匂いがしましたね、今のスパイスの。カレーっぽい感じが。スパイスですね。カレーっぽい。うん、ちょっとこちら、あの、はい、パクチーお好みで、苦手じゃないですか。苦手じゃないです。大丈夫ですか、はい。これを入れたのがパクチー味噌そばという商品あるんですけど、はい、結構こんもりあのパクチーを私出してるんですけど、はい、ちょっと今日はあのおまけで。ありがとうございます。パクチー。パクチー好きですね。パクチー大好き。味変用のやつですね、うん、そうですね、どうですか、麺の違いとかもありますね。麺違いますね、うん、味も全然違う感じですか、うん、麺はこれがいい。この時間、茹で時間で茹で切ってるような感じになってるところなんですか。そうですね、割とトゥルンでしたね。柔らかい、柔らかめ、うめ、おいしい。足入れて、気持ちいい、気持ちいいですね。それは部屋さりかかったんですよ。そこが無関係なんですよ。ちなみにその営業スタイルはどうだったんですか。あのブチさんは曜日変えてたじゃないですか。居酒屋営業日とラーメン営業日を変えてた。はい、そうです。じゃあカースに大丈夫です。はい。これはどういうスタイルにしてるんですか。私はちょっと不定休でやっているので、はい、うん、でなるべく昼ずっとラーメンをやり、やれる時はやって、うん、夜今お酒がダメになったので、うん、また夜もラーメンをやりたいなと思っています。あ、ではその辺も今模索中ですか。いろいろなその、まあ、何曜日って決めてないです。そうですね、はい、そのあとあの行政のその指導によるっていう感じで、そうですね、はい、指導によりますね。ちょうど昨日からまた緊急事態宣言入っちゃいましたもんね。そうですね、長いですね、長いですね。なのでじゃあ菅さんに も怒ってください。なんかはい、とんでもないですいや、美味しかったです。ありがとうございます。美味しかった、美味しかったです、はい、
とうございます。いや大変だね、こんなに違うのいっぱい作って、ラーメン屋さんじゃん。そうなんですよ、うん、ね。ありがとうございます。一人で作り分けるわけですからね。ラーメン屋さんじゃないですか。いや本当に、今3種類、3人で食べましたからね。ね、本当ですよ、おしまい。ありがとうございます。もう3種類食べていただけてよかったです。いやー、はい、やっぱちょっと一つに絞るのはきついなと思って、せっかくだったらやっぱり3種類ぐらいは食べていただきたいなと思って、ワイン食ゼロですね。ちょっとね、ワインの話大してできないんですけど、ラーメンの話になると長いんですよ。愛がでよくお客さんに言われます。ちなみにですけど、はい、その通常営業の時は、はい、そのワインを飲むお店だったんですね。あ、そうです、ワイン屋です、うち。そのここにワインがいっぱい並んでますけど。そうなんです。あ、でもそこに冷やしラーメン用の丼ぶり今はね、はい、ちょっとワイン溶かしてお皿入れてます。なるほど、はい、だからそのワインを飲みながらちょっと軽くおつまみ食べるぐらいな感じのお店があった。そうですね、はい、通常はそういう営業して、でまたそういうのに戻るかもしれないし、そうですね、どうなるかわからないですけ ど、うん、どはい、早く戻れたらなと思います。なるほどね。はい、じゃあちょっと総評というか、3杯食べたこう全体の感想とかちょっといただければ。いや、すごく本当全部美味しくて、うん、で特になんていうんですかね、花尾さんの作るラーメンって、あの味噌は味噌で、あの最初に食べた煮干しちょっとさまぶしのやつとか、すごいスープ綺麗なんですよ、ね、うん、すごい、あのもっとあっさりしてるのかと思いきや、結構バシッとその食材、煮干しや煮干しサンマのサンマの旨味めちゃめちゃ出てきて、で油の感じとかもすごくコクがあって、めちゃめちゃ、まあ、あのご飯でもパンでも一緒に進めちゃうなぐらい、うん、ダブル炭水化物いけてもいいスープすごく美味しいので、本当もっとあのお家近かったら多分1日3回来てます。なるほどね。会長、はい、あのまあ、前回のマキーさんでも思ったんですけど、なんかもうそのあれですね、まあ、コロナっていうのはもちろんコロナは良くないわけですけど、あのなんか居酒屋さんの本気を見たなっていうかね、なんかその居酒屋の1メニューとしてラーメン作ってみましたみたいなのはもうはるかに超えているというのと、まあ、前回のマキーさんも今回の花ワインさんも絶対この人たちラーメン好きでしょっていうのがもう食べるだけで分かるというか、なので本当ラーメンだけで、あの極論ワイン飲まなくてもオッケー、ラーメン屋じゃんこれっていう、つまりすごいラーメンだったんでびっくりしましたね、うんうん、でやっぱりそうですね、なんかまああとはそのお酒出してるお店の方っていうこともあって、うん、お酒もきっと好きなんだろうということもあって、そのなんか旨味の分かりやすさみたいなところは残しつつ、ちょっとね、花尾さんの女性的なところも入りつつみたいなね、非常に良かったんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、おすすめですよ、うん、ぜひ食べていただきたいです、はい、ありがとうございます。じゃあ、ハイさんも総評として、あの、まあ、いっぱい今日出てきたので、もうぜひまず煮干しラーメン僕は食べていただきたいなと思っていて、うん、すごく想像してないラーメンが出てくると思います。あのワイン屋さんとか全然想像できない煮干しラーメンが出てくると思うんで煮干し好きの方は来てほしいですね。そう、ぜひ食べてもらいたいですね、ぜひ、ね、まあ一回煮干し食べてから、あとは麺と他のスープの相性とかを楽しみにまた来ていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小平さんは食べてないですけど、いや僕は今日は付き添いできたもんね。小平さんは畑長屋周辺を盛り上げる人ですけど、はい、まあ、この辺もあの花ワインさんも一緒に何かやったりとかしてますんで、そうですね、この辺、はい、あの街を盛り上げるためにいろいろ頑張ってください、はい、僕もけど今日ラーメン見てるだけだったんですけど、やっぱすごいやっぱ大きいこと気づいて、はい、今日ね全員ねメガネしてますそうですね、すごい私あの海岸をメガネしてるから、全員メガネしてる、メガネしてる、すごい、それが僕の総括ですかね。ありがとうございます。ラーメン好きはメガネが多い。はい、そうしましょう。ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあメガネばっかりで収録しましたけども、はい、じゃあこれからもぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ぜひラーメンが興味ある人はラーメン、あとはまた状況が変わったらね、はい、ワインも飲めるということで、はい、はい、いろいろ頑張ってほしいんですけど、ぜひお店の方にも、はい、足を運んでください、はい、花ワインは、はい、不定休でやっているので、はい、
ちょっとツイッター、うん、インスタグラム、フェイスブックでアップをするので、はい、ちょっとそれを見てタイミングがあったらぜひお店の方に皆さん食べに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はいろいろ3杯ラーメン食べましたけど、はい、じゃあこれからも頑張って大井町新久米近辺を盛り上げてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。